はい。皆さん、こんにちは。ワーナルグルビジです。では、今回は、帝都軍決断法パブキット PG 版、帝国海軍駆逐艦縛りプレイ続きをやっていきたいと思います。前回はね、駆逐艦のみでようやくアメリカ軍を撃破、降伏せしめることができました。今回は、残された敵、イギリス軍をね、叩いていきたいというふうに思っています。イギリス軍の拠点2つありまして、まず、ドーバー海峡ですね。ここにはイギリス軍の艦隊が第3艦隊入っているという状況です。で、その北側北海にはですね、これだけの戦力を揃えたドイツ軍がいるんですが、このドイツ軍がまあ抵抗でも動かないですね。このドイツ軍がドーバー海峡に攻め込んでくれたら、ドーバー海峡は決着できるんじゃないかなと思うんですが、動く気配が全くないですね。そしてもう一つの拠点、ジブラルタル海峡、ここには今敵の艦隊がいないんですが、ここに攻め込むためのステップとして、この西地中海、ここにね、敵が3個艦隊入れて守備固めをしているという状況です。で、今回我々はですね、イタリアの近海から、まずこの西地中海で、敵艦隊の、ね、撃滅戦を行っていきたいというふうに思っています。なので今回投入する艦隊は駆逐艦のみのね、艦隊を中心に送り込んで、一気に敵の艦隊3個艦隊入ってましたね。これを撃破していきたいというふうに思っています。では早速艦隊投入して決着をつけていきたいと思います。西地中海ですが、イギリスが第1艦隊第11艦隊、まず第1艦隊の方ですが、ここ戦艦が4隻入ってますね。第11艦隊の方は、まあ軽巡、あとは揚陸艦ですね。そして第16艦隊の方には空母が2隻入っているという編成になっています。これを今回は撃破することを目的とします。なので敵基地の、ね、攻撃というのはあまり行わずに、あくまでも敵の艦隊撃破、これを優先していきたいと思います。で、ちなみにですね、敵の方はすでに、いわゆる夜間の航空機開発済みになってますので、まあ昼夜問わず敵の爆撃機、攻撃機が飛んでくるというふうに考えていいと思います。では艦隊戦始めていきます。なのでできるだけね、敵の飛行場から離れたところで、艦隊決戦をね、挑んでいきたいなというところにはなりますね。敵の飛行場、夜からでも飛んでくるので、ね、敵の艦隊発見してます。まずは3個いる敵の艦隊の撃破をね、最優先、して、いきたいというふうに思います。第2艦隊と第3艦隊がね、割と近い位置にいますね。敵の空母を仕留めて、護衛艦もね、ついでにまとめて撃破していきましょう。爆撃機が早速飛んできてますね。これは、まあ、仕方がないかな。まあ、爆撃機の爆弾はそうそう当たらない速度があるんですけど、攻撃機の魚雷はそうもいかないのでね、魚雷には注意をしたいと思います。では魚雷をね、打ち込んでいきましょう。まず敵の足を止めたいので敵の前に出ましょう。で、その上で後続でやってくる第2艦隊と第3艦隊、これで、敵をね、一気に仕留めていきます。さあ、第3艦隊の方は敵の戦艦部隊と交戦する位置まで来ました。敵の飛行場が近いのでちょっと難しい戦いになりそうですけど、ここは敵の艦隊をね、撃滅することを優先したいので艦隊戦を挑んでいきましょう。敵の基地近くでの戦闘はあまりやりたくなかったですが、まあ、敵もね、さすがに基地の近くで戦った方がいいという有利性は分かってますからね、まあ仕方がないですね。ここは敵の戦艦を撃沈することを優先に、味方の損害はある程度出ることを覚悟しておきましょう。まだもう一個艦隊はいるはずなので、艦隊の捜索を行います。
さあ、敵2つの艦隊はね、撃破しました。まだもう1つ艦隊いるはずなので、艦隊の捜索を行います。敵の飛行場はね、今回は相手にしないという作戦です。はい、敵の第11艦隊発見できませんでしたが、2つの艦隊は壊滅させています。我々の方もね、第12艦隊が壊滅です。もうこの壊滅は痛いですけどね、艦隊を増強して、次は西地中海の攻略戦に入っていきましょう。まず前回から試している揚陸艦の集中運用ということで、イタリア近海の方に艦隊、揚陸艦中心の艦隊で、これを2つ送ります。本当に敵の防御力がすごく上がってきているという、まあ、実情もあるので、戦力はね、惜しまず投入を行っていこうということで、揚陸艦をね、大量に送っていきます。では西地中海の攻略戦始めていきましょう。では投入する艦隊ですが、揚陸艦のみの艦隊、揚陸艦ほとんど、一部護衛艦の第13艦隊、それと駆逐艦のみの第3艦隊、これを投入していきます。戦力比較ですが、イギリス軍は第2艦隊のみですね。これを撃破しつつ、敵の飛行場の占領というのを行っていきたいと思います。なので揚陸艦をすぐに突入してですね、敵の飛行場の占領を進めていきましょう。では開戦です。まず早速6隻を使って敵のね、飛行場1つ目、これも占領を行っていきましょう。残りで2つ目の飛行場の占領も行っていきます。第2艦隊は敵のね、一番遠いマップの左上にある飛行場に向かってもらいます。第3艦隊は敵の撲滅。では時間を進めていきます。さあ、敵の艦隊を発見しています。敵の艦隊を発見したら敵の艦隊壊滅させましょう。揚陸艦はね、1つ目の飛行場に向けて、陸戦隊を出したところになります。まずは残っている敵の戦力、数はね、多くないと思うので、これを確実に、撃破しておきたいと思います。もう撤退もさせずに確実に撃破の方向に持っていきましょう。陸戦隊はね、攻撃が始まってますね。しっかりこれをね、一つ目の飛行場占領してもらいたいと思います。敵の飛行場を一つ目破壊完了してます。二つ目の飛行場の方に向かいましょう。駆逐艦艦隊の方は敵の艦隊捉えてますね。ここから魚雷を撃っていきます。まあ、敵のね、足を止めて魚雷を撃ち込んでいく。では敵の戦艦撃沈して、残り揚陸艦のみです。これも撃破できそうですね。陸戦隊の方に目を向けていきましょう。一つ目の飛行場は破壊完了。3つ目の飛行場に向けては部隊を今北進させています。さらに、2つ目の飛行場に関しては陸戦隊が出ていますね。さらに陸戦隊を増援しておきます。お、破壊完了してる。そしたら陸戦隊を出した部隊は撤収。残っている人たちはもう一つ目の飛行場ですね、最後の飛行場に向けて向かっていきましょう。この大陸戦隊をこの飛行場に叩きつけるっていうね、そういう戦いですね。
さあ、陸戦隊全部出しましたので、ここから撤収行動に入ってもらいます。こんだけの数の陸戦隊出せば昼間とはいえ、落とせるでしょう。さらに陸戦隊も増員。はい、この大部隊で西地中海の制圧完了です。次はいよいよジブラルタル海峡を目指していくという戦いになります。ではジブラルタル海峡なんですけども、敵の戦力第3艦隊のオミーなので、今と同じ戦い方をねちょっと考えていきましょう。陸戦隊を大量投入していきます。これで一気に型をつける。敵戦力撤収してるかもしれないな。ジブラルタル海峡放棄してる可能性ありますね。敵の戦力発見できずと。まあ、ただ油断をせずに行きましょう。3つの飛行場に対して同時に攻撃を仕掛けていきます。では、突入です。まずはね、1つ目の飛行場に、潤沢に8隻使っていきましょう。で第3飛行場、マップのね、左下の方にも、向けていきます。お、陸戦隊が出たね。こんだけの陸戦隊が出ると、壮観ですよね。では、撤収しましょう。第3艦隊も敵の飛行場に向かってます。では、敵の飛行場破壊済みなので2つ目の飛行場、マップの、ね、上側の飛行場に向かいます。ではマップの、ね、下側の方にも揚陸艦出撃開始しています。一方マップの上側の方も、ね、陸戦隊出れるようになってますので陸戦隊を出していきましょう。特に重要拠点ジブラルタル海峡を敵と戦うことなく確保できそうな、そんな感じがしますね。こんだけの陸戦隊を送り込まれる敵のね、騎士もたまったもんじゃないと思うんですけど、まあ、確実に、仕留めていきましょう。本当に敵が強くなってるんでね、ここは陸戦隊の数を惜しまずに行くっていうね、陸戦隊の集中運用作戦で行くしかないので、敵のね、戦力が多いところに関しては、まず、敵の艦隊戦力を撃滅する。まあ、これ第1弾作戦。敵の艦隊戦力がなくなったら陸戦隊を送り込む。これが第2段階作戦という形でね、作戦を2段階に分ける必要が、もう出てきているっていうね、そういう終盤の状況になってます。さあ、夜が明けてきました。ここはね、このまま陸戦隊で押し切りましょう。これでジブラルタル海峡を取りました。残された敵の重要拠点はあと一つです。はい、ではですね、残されたスペイン沖とドーバー海峡ですね、ここの攻略を行っていきたいというふうに思います。それぞれ戦力ね、それなりに入ってますね。イギリス軍第7、第12、第14艦隊、3個艦隊あったスペイン沖。ドーバー海峡は4個艦隊入っています。なので一度航空機生産してですね、ジブラルタル海峡の防御を行える状態にしておきましょう。3つの飛行場全部占領しましたので、3つの飛行場に全部航空戦力を置きます。まあ、1回で攻略が完了するっていうほど、まあ、簡単なね、戦いにはならなそうかなと思いますので、防衛戦力も置いておくという内容です。では、スペイン沖攻略戦をね、
行っていきたいと思うんですが、その様子は次回プレイの方させていただいて、今回はね、ここまでにさせていただきたいと思います。